皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の 4i キャンパスなんですが、今ね、学生のみんなと授業を終えたところです。今日もね、学生のみんなのおかげで、私の方がいい気分にさせてもらっているんですけれども、はい、そしてね、皆さん、この動画を通じて今日も数分だけですけれども、体を動かしませんか？体を動かすとですね、体にも心にも脳にもとってもいい影響があります。どうやら私たちはですね、ぼーっとしている時も何かしらいつもね、雑念を、ね、思い浮かべているみたいなんですが、そのほとんどがネガティブなことを思ってしまいがちになるらしいんですよ。起きてもいないことに対してなんだか不安があったり、くよくよしたり、なんかね、落ち込んだり怒ったりね、そういったネガティブな方に心がね、暴走しやすいらしいです。じゃあそのネガティブモードを切り替えるのにどんな方法があるかということでね、自分の大好きなことをやることももちろんいいんですが、私がおすすめなのはですね、体を動かすんですよ。自分の体との対話、ね、悩んでたりとかぼーっとしてるときはそっちの方に意識がいってるんですけども、体を動かすと自分の体との対話ができる意識を自分にも取り戻すことができるんですね。過去や未来の方に自分の意識がいっていることを自分の今に意識を戻すことができるんですね。だから体のリセット、そしてエンジンの、ね、流れを、体というエネルギーの流れを切り替えていくんですよ、ね、運動、ね、運を動かすという文字を書きますね。はい、ちょっとおしゃべりが長くなりましたけれども、本当にね、いろんないいデータがありまして、体を動かすことによってですね、ハッピーホルモン、セロトニンというホルモンも出てきます。そしてよしっていうね、元気を高めてくれるドーパミンやアドレナリンというホルモンも活性化されます。そして認知症予防にも、脳の、トレーニングにも、体を動かすということは脳トレにもなるんですね。はい、ということでですね、今日はですね、本当数分なんですけれども、これをやっていただくとお腹が引き締まって背中や肩もすっきりしてっていうね、どこでもできるワーク、数分だけでもぜひ毎日やっていただくとスリムボディになるよっていうね、動きを紹介したいと思います。今までも何度かお伝えしている動きなので、ああやったことあるよというね、いつも見てくださっている方は感じていただけるかもしれませんが、効果的なのでぜひやりましょう。はい、じゃあちょっとね、この置きます、置いていただきながらで、動きの方はとても簡単です。まずはですね、この骨盤というのは体の土台なんですね。背骨は体の柱、ね、そして骨盤と、肩甲骨と、頭っていうの関係性が深いんですけども、ちょっとアングルがすいません、何度も返させていただきます。はい、じゃあちょっとこれぐらい離れるかな。はい、骨盤の動きなんですけれどもね、こうやって前に倒す前傾、そしてこうやって後ろに倒す後傾で、肩甲骨の方は寄せるのと開くのを組み合わせますね。はい、骨盤を後ろにしたとき肩甲骨を寄せます。だから体の前のグッと開きますね。そしてそれを戻してもちょっと前ね、肩甲骨を広げます。はい、じゃあこれをやりますね。1、2、1、2、1、2、猫背姿勢の解消になるのと、背中の凝りが取れていて腰痛も緩和できます。で、これを、ね、空をこう見上げる感じがいいですね。で、応用です。肩回しです。はい、まずこれが1つ目です。2つ目はこの骨盤をこちらに動かした時に、自然にちょっとこっちの膝を曲げて、こっちに動かした時にこっちの膝を曲げますね。で、これ肩甲骨の動きがあるとやりやすいので、こうやりますね。1、2、1、2、横ね、脇腹が引き締まりますね。さあ、じゃあ伸ばしてみましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、これ2つ目。3つ目はこのお腹の下腹を中心に後ろに肩回しね、あと肩がほぐれます。こんな感じですね。1、2、1、2、ちょっとこれが入る。1、2、1、2、1、2、こうするとですね、このお腹のこう斜めの筋肉の刺激も加わってとてもいいんですね。で、4つ目は骨盤をですね、こう横、後ろ、横、前、まあ、だからこうフラフープをですね、回しているようなイメージで動かします。こんな感じ。反対回しも、そしてこの、ね、右回り左回りをセットにして、ブルブルブル、トントントン、ね、ブル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 、トントントン、はい、これだけのパターンですね。まず一つが前後
左右、回旋、半回旋、そして四つ目、回旋、回旋、そしてブルブルブル、トントントンのこの5パターンです。はい、じゃあですね、ちょっと音楽をかけていきたいと思いますので、音楽に合わせてここまでのところをやってみましょう。さあ、ね、この腰痛も緩和されます。姿勢も改善されていきます。はい、いいですか？タラ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 タ、ブル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 。はい、じゃあまずは前後。ちょっと音のリズムが取りにくいかもしれませんね。はい、肩回しです。タッタラッタッ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 タッ。はい、横です。タッタラッタッタッ、肘を曲げてタッ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 、これ早めでチャッ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 。はい、だんだん早めますよ。タララララトン、肩こりも緩和ですね。タララララ、お腹ちょっと引き締め頑張りましょう。お腹が引き締まっていきますし、肩もほぐれますね。タンタタタ、この速いテンポが難しいですね。はい、回旋1、2、3。はい、ぐるぐるぐる、トントン、反対回り1、2、3、4、ぐる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 。はい、あ、もう一回いきましょう。前後前後前後、肩回しで、これちょっと応用大きく回してます。はい、水平に、はい、横です。タンタランタンタンタランタンタンタランタンタン、伸ばしましょう。見てますね、早めに見ます。タンタタタタン、タンタタタタン、ちょっとこの音のリズムは取りにくかったから。はい、じゃあ後ろに行きましょう。タンタランタ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 ン、はい、ちょっと早めますね。チャラチャチャ、この音のリズム取りにくかったかな。タンタランタンタン、はい、ふっ、タラッタッタッタッ。はい、回します。はい、5つ目のこのやつ、ブル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 。反対回り1、2、3、4、ブル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 。はい、ここまででも引き締まったんですが、そしてこの骨盤はですね、座りっぱなしでいるとボーンと広がって、ライトもグッと下がってるんですけども、それをより引き締めていきます。足をどちらか前にしてください。そして手をこうクロスしますね。こんな感じ、天井というか両方に体がぐーっと広がっていくイメージで絞られていきます。これ絞られていきます。背中や肩、肩甲骨、骨盤と良くなります。さあ、じゃあいいですか、こうやって前回しをします。ね、肩も良くなっていきますよ。はい、じゃあこれをリバースしますよ。はい、お腹をですね、うーっと息上げて気持ちでいきます。はい、そして足をクロスすることによって開いてた骨盤が整っていきやすく、骨盤の後面の仙骨というところもですね、ストレッチされていきます。仙骨が硬い人は頭の後ろも硬くなっている可能性があります。はあ、さあ、ちょっとこれ良かったですね。腕を後ろに持っていってみましょう。どうでしょう。そしてゆー、もうちょっとこの後ろですかな。はい、じゃあ今度反対側いきますよ。うー、さあ、引き締まってる感じしますよね。はい、クーッと伸びて、そしてソックス後ろへ、うー、さあ、じゃあ足をですね、入れ替えて両手は後ろなんですが、胸をぐっと押し出してください。そして肩回し、あの、肩をほぐします。グラグラするかもしれませんが、骨盤も動かしましょう。はあ、そして胸をぐっと、胸、心、ハートを開くことが大事です。これによかったら骨盤を前に押し出して、股関節のところを伸ばしましょう。はあ、そして
座骨を後ろに突き出して1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ここまでやっていただくとですね、バッチリ広がってた骨盤もすぼんで、背骨も整ってウエストが引き締まりました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと最初の私のおしゃべりが長くなった割には、時間は割とキュッとね、短い時間の中で効果的に背骨も骨盤も肩甲骨も良くなって、姿勢も改善されて、肩こりも緩和されて、背中のコリも取れて、そしてお腹がシェイプされるというワークを紹介しました。いかがでしたでしょうか。皆さん、今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。何度も繰り返していただくとよりシェイプアップできます。そして今日初めてご覧いただいた方は、私のプロフィールに関しては概要欄に載せてます。またよかったら見ていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。体を動かす運動、運を動かす、もちろんポジティブなエネルギーの方に切り替わりましたよ。ではまたね、大家でした。あ、そしてですね、笑う角には福来たると言いますので、笑いながら動いていただくとよりいいかなと思います。ではまたね、ありがとうございました。大家でした。